皆様おはようございます。無駄なしまかない道場、いつもご視聴誠にありがとうございます。本日はね、こちらですね、なんだかお分かりになりますでしょうか。はい、ちょっとね、分かんないかなみたいなね。はい、ヤリイカのね、耳ですね。はい、そしてヤリイカのゲソね、ちょっとお客様に身の方はね、食べていただいて、ゲソの方ね、ちょっと私ガッツンガッツンツルリンコとね、食べてしまおうかなっていう算段でございます。はい、それではね、早速始めてまいりましょう。今日何作るのお前ってことなんですが、ヤリイカのなめろうですね、これ作ってまいりましょう。はい、それではね、ヤリイカなめろうですね。はい、やっていきましょう。そしてこの皮ですね、皮というかエンペラについてるこの皮、皮とかね、取っちゃってください。この取り方はですね、多分ヤリイカのおろし方とかで、動画に上げていると思うんですが、すいませんね、ちょっともうさばいちゃったんでね。はい、そしてさばき終わったエンペラですね、耳の部分です。そしてゲソですね、ゲソもね、ちょっと処理してあるんですが、確かね、乗ってると取ったと思うんですが、乗ってなかったらね、ちょっともう一回あげますので、ね、すいません、今日のところは勘弁してくださいまする。はい、それではね、やってまいりましょう。まずこれですね、はい、はい、ゲソとかエンペラね、で掃除したらというかね、下処理が終わりましたらね、水でパックンパックンパックリーナとね、洗っちゃってください。はい、そしてよーく水を切って、あとはですね、はい、リードペーパー、キッチンペーパー、綺麗なね、ダスターなりでこの水気をね、よく拭き取ってくださいね。なめろうは味噌でね、叩くんですが、ちょっと水っぽくなってしまいますんでね、必ずこの水分はね、キュンキュンキュキュンコロリーナですね、キュンキュンキュキュンコロリーナと、はい、水をね、全部拭き取っていただければ幸いかと思われます。はい、キュンキュンキュキュンキュキュリーナですね。はい、こんな感じで、できました。はい、ガッツンガッツンツリリンコですね。はい、そうしましてですね、これを、まあ、適当なね、大きさに切ってください。もうヤリイカ非常に柔らかいんでね、もうガッツンガッツンツリリンロンと、はい、こんな感じでお願いいたします。いや、もうこれだけでもね、醤油ぶっかけてうまそうではないでしょうか。もうヤリイカね、お寿司屋さんとかでね、ちょっとヤリゲソくれるとか言うとね、ゲソのこう軍艦とかね、つまみで、まあ、最高最高最高ですね。はい、こんな感じになりました。はい、そうしましたらですね、このヤリイカのこう重量ですね、重量の 10% ぐらいですか、 10% から 15%、 もしね薄いって方はね 20% 30% でお試しください。その 10% 10% 20% 何入れるのってことなんですかね。味噌ですね。はい、味噌ね、大葉を手に取ってね、この味噌グリーンちゃんと綺麗に取れます。はい、こんな感じでね、味噌乗っけてください。はい、そうしましたらね、あとはおろし生姜ですね。はい、おろし生姜少々、まあ好きな方ね、ガッツンガッツンツリリンコとね、入れていただければね、体もポカポカ生姜パワーでね、この冬乗り切れるかもしれません。はい、そしてあとおネギですね。はい、おネギの方も適当にね、はい、みじん切りでガッツンガッツンツリリンリンとね、はい、まあ、これも少々、まあ、好きなだけ入れちゃってくださいませ。はい、もうここまで来たらね、完成も同然でございます。あとはね、これをガッツンガッツン叩いてね、味噌とイカとネギと生姜がね、一体化したら完成でございます。はい、こんな感じでガッツンガッツンね、飛ぶといけないのでね、まな板のこっち側にね、こう手を添えてね、手切らないでくださいね。添えるとね、ネギとかピシピシピシと手に当たってね、跳ね返ってきますのでね、そんな感じでね、周りを散らかさないようにね、調理していただければ幸いかと思われます。はい、それではね、ガッツンガッツンとね、叩いて混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜりんたしていきましょう。はい、こんな感じでね、まあ、2つ包丁でガン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 とやるとね、結構早いんですが、ね、今日は、1つだけでね、いってみたいと思います。そしてこのイカのこの叩きっぷりなんですが、まあ粘りがね、叩いてるうちに出てきますので、そうしたらね、完成、完成でございます。あとはね、ここ、切っ先をまな板ですけど、こう手こげんでね、こんな感じでね、やってガツンガツンガツンツンと、で、また集めて叩いて、ガツン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 、ツリリンコと、はい、集めて叩いて、なこの繰り返しで粘りが出ればね、まあそうですね、2、3分やればね、OKOK ではないでしょうか。まあ普通のイカだとね、普通のスルメイカ、ね、マイカ、あれだと非常に身が硬いんでね、結構骨折れますが、ヤリイカ本当にね、まあこの時期旬でもありますし、柔らかいんですよね。そして甘みがあっても最高最高グッテストでございます。
もうこのぐらいでね、OK、OK ではないでしょうか。あまり細かくしてもね、これ何なのっていう感じになってしまいますのでね、あ、これイカなんだみたいなね、感じで OK、OK ではないでしょうか。はい、それではね、器の方に盛り付けて食してまいりましょう。はい、本日はですね、まあ、器にね、妻と大葉を敷いて、盛り付けても結構なんですが、なめろう丼ですね。うん、これいってみたいと思います。はい、こんな感じでね、ご飯茶碗の上にズルルルルンと、はい、大葉1枚ね飾ってやってください。はい、そうしましたらね、今叩いたなめろうですね、はい、なめろうを乗せて、はい、こうご飯に広がるような感じでね、ガッツンガッツンツリリンロンとね、いっちゃってくださいませ。はい、そしてね、この真ん中辺にちょっとくぼみをつけていただいて、はい、もう勘のいい皆様ならね、お分かりだと思います。おっしゃる通り、その通り。はい、生玉揚げですね。はい、生玉揚げをガツンと。はい、もうこれで完成となります。はい、そして彩りのね、シバッティ1500ですね。でもちょこんとつければ、やりいかなめろう丼の完成となります。それではね、テーブルの方に運んで食してまいります。この方にですね、やりいかなめろうを運んでまいりました。それではね、食してみたいと思います。はい、一味唐辛子ガッツンガッツンつりりんこですの。お、出てんのか。はい、出てます、出てます、出ております。はい、まずはね、卵を潰さないで、ね、ちょっと味わってまいりましょう。いただきまーす。やはりイカってなんでこんなね、本当に甘みが強いイカですね。うん、最高最高最高、グッドグッドグッドですね、ございます。そしてですね、あくまでもね、釣りたてのヤリイカとかね、お魚屋さんで生きのいいやつですね、魚屋さんね、これ刺身でいけますかみたいな聞いて、おお、お前バッチリだね、それ今朝上がったやつだ、お前でも刺身で食わない、どうすんだお前とかね、言われるような新鮮なね、イカでやっていただければ幸いかと思われます。はい、それではね、ちょっと黄身の方を潰しのお醤油ですね。はい、お醤油をちょいっとかけての、黄身をグリグリグリと、はい、それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。いや、ほんとうめえ。いや、もうこれまずいわけないですよね、これね。最高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 でございます。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、やりいかなめろうの作り方、これをね、動画にしてみました。もちろん身の方でね、おやりになっても OKOK でございますが、このエンペラとかね、このゲソのややコリコリ感、これを楽しんでいただくもね、最高最高最高でございます。はい、そして動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思います。確かやりかさばき方で、ゲソの処理もやってあると思うんですが、ちょっとね、家帰って確認してみます。やってなかったらね、またヤリイカ購入してね、ゲソの処理の仕方もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。まず最高ヤリイカなめろうどん。